ではどうぞ失礼します今宵も一人の志願者が己の野望を胸にとらえと挑むまずご経歴をどうぞ久保田康明年齢はえ41歳です住まいは宮城県七ヶ浜町です 最終学歴は大学院卒業現在は七ヶ浜町でカフェレストランシーソーというレストランのオーナーをしておりますよろしくお願いいたしますでは今回の希望金額と出資形態を教えてください500万円投資でお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿は浜の海苔だれという海苔の新しい食べ方を提案し東北一小さな町から世界の海苔の概念を書き換える あのたらその思いを金に変えろオールアナスイン新しい未来をつかみ取れキャッチザファンドでは久保田さん簡単にご経歴を教えてくださいあの私は千葉出身でして えー、学生時代はあの千葉で過ごしております。東京でまあ音楽の活動を、えー、成人の時は大学をし出てからしていてですね。途中、えー、小さい時かやっていた NGO 活動の一環でアフリカに青年海外協力隊として、えー、30歳で行っております。でその後、えー、2012年に東北に入りまして。 東北の震災後の活動家として、その後、12年、活動をしております、はい、それではまず、今回のプランを、まずは簡単にお願いいたします七ヶ浜の特産である海苔を使ったオリジナルのパスタソースを開発しまして、その浜ののりだれを日本中、世界中の方に食べていただいて、ですねのりの新しい概念を世界中に作っていきたい、そのように考えて持ってこさせていただきました。久保田さんあの 通販版に志願者として出られましたよね。はい、もう見たよって方もね、視聴者の方ではいらっしゃるかと思いますけれども、影響反響ありました。はい、あの本当にありがたいことに非常に多くの反響をいただいておりました。初月はまあ今までの E.C. の売り上げでいうとだい100倍ぐらいは売れました。はい、結構売れて、えー、今回でいうとこの500万円でもっとこう今日追いついてないわけですよね。えっとはい、あのー。 供給をさせていただくためにあの設備投資をしたいと思っておりまして今回来させていただきました。 で、なんですけど。株式会社、イヤシープ代表、林直宏。学習塾で全国制覇。年賞100億円超えを実現。次に仕掛けるのは、極楽睡眠ヘッドスパ、イヤーシープ。フランチャイズチャンネルで様々な業態を支援。積んだ金額は驚愕の2億円超え。積む、積む、積む。軍資金とノウハウを授ける、フランチャイズの王。今宵も聞けるか、サービスですよ。なんですけど、はい、その、 まあ、通販版僕も出させていただいて、はい、すごく美味しくて、あの、このセットを買うっていうボードにですね、私ですね。工場代も出すって書いたんですよ。だから、別に、僕が出すのになんで出てるの。あと。工場代出すって書いたじゃん。はい、なんで。ここいんの?。え、あの。 いやいやそういうことではなくてですねあの、まあ、より多くの方に見ていただいて、えー、食べていただくという、えー、ことの中でですね本編にも挑戦をするというような形になりました答えになってないってことでしょじゃあの林さんのボードで「工場」って出てましたよねだから全然出す気だったのになんか

出ますけどいいっすかみたいなのがあったらまあいいけど本当においしくて共感して工場代出したいなと思ってなんかこうやって出会うとなんかなんか思うんだいいささんて言ったらいいのかなこういうのまあ一言あってもよかったんじゃないかなっていうことですよねそう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 かも物事人間って物事順番が大事なんで <laughs> だからみんな出さない方がいいっすよ <laughs> <laughs> あ、全部林さんが出すからそういうことじですね。だけどなんか僕出そうと思って出そうと思ってたけど、ちょっと今出出す気なくなってるんで。それ美味しいんですよ。すごく美味しいんですけど、うん、なんかね。なんかそこってやり取りがあったんですか？実際クワさんと、これは確かに林さんが出すっておっしゃってたのに、そこら辺なんかあったんですか？えっと、まあそのこの後今後どういう風に工場生産していくのかっていうところでですね、約まあ資産をして1000万ぐらいの お金が必要になるとというこ桑田社長にも一部応援をしていただいた上でじゃあ残りの500万円に関してはこちらの本編の方に出て挑戦をしてさらに多くの方に見ていただいて多くの社長に応援をいただいて少しでも認知度を高めていくべきじゃないかというようなあのお話もいただいてですね じゃあ挑戦しようと思いこちらに来させていただきました。まあ順序としてその間に林さんに一応本編に出させていただくんでこう、はい、そう言っていただいたんだけど本編に出させていただきますっていうそういう一言あっていいですね。なんか最近こういうやりとり多いですよね。うん、なんかやっぱりなんかそのやっぱり一言あってからだとみんなもうそれだったら林さんもどうぞ出てくださいって言いますよね。うーんもうけどねあの全然出好きだったしなんかすごい応援したかったんだけど。 やっぱこうね、桑田さんとはそういう連絡取るけど、やっぱ僕はやっぱこう、会え <laughs> の外だったんだなって。<laughs> やっぱ通販版の主催とは仲いいで、やっぱ1、一 <laughs> 回の虎ぐらいじゃん、<laughs> そうやってそういう話。桑田さんは直接お金入れさせてくれるけど、僕は番組を通じてしか入れさせてくんないんだなっていうね。ねうん、まあ、そういう思いはしますよね。 あれなんか MBA で経営とか習われてたんですよね。はいはい。はい、そういうの教えてくれるも、まあ、めちゃくちゃ美味しいからすごい応援したいなって思ってたけど、なんかこうそういう気持ちがこう、手はちょっと思うな。あいつは林社長のお金より出る方がメリットあると思ったでしょ。ねこっそりもらうよりね、ば宣伝になるってことだよね。だっしょ。そうだ、あの、はい。<laughs> 林社長のお金よりっていうことじゃなくて、<laughs> あの。<laughs> はい、ここに出て多くの方にまた見ていただいて、えー、食べていただくということがいいといでも現時点では林社長がその工場代出すっていう行為は必要ないっていう認識で大丈夫なんですそうじゃないと僕たち林さんが出されるっておっしゃってるものに対して横取りするみたいな形になっちゃうんで林さんの時には出したかったなっておっしゃっててでもご本人が仕方がなかったらね工場代も出してもらうしプラスここでも出してくれってこと いや、500万円があれば増作の設備投資はできます、はい。ですので、多くの虎の皆様に応援をいただければ、ありがたいなと思っておりますこれ、でも資金調達計画のところに、はい、その他、括弧桑田社長からの融資300万って書いてあるんですよね、はだ、い、から、桑田さんからはもいいただいてる、はい、でも、林さんのは、いやあの、500万円があの設備投資として必要でして。 あのそれを通販の虎のえっと事務局の皆様とお話をしている中でこの話に流れていちなみに工場代っていくらぐらいだったんですか工場の、えー、倉庫を捜索するために、えー、約三百万円設備の、えー、機械化の入れるものに、えー、合計で二百万円でだいたい五百万円とジャスト五百万ですねなんか冗談だと思いました <laughs> いやそ,そんな風には思っておりません思ってないけど、はい、出たの お金ないっていうツイートを見てお金ないと思っ思た <laughs> そんなことではそんなことでは全くないですはいなんか要はこれこのしがないが工場代なんですよああ<ー>、うん、っていう僕も謎展開だねこれ逆に林さん今日いらっしゃったからよかったと思うんですけど確かにいらっしゃらなかったらどういうことやねんって話もうそうねですよね確かにそれすごいねはい,いなかった だからあれ俺工場代出すって言ったけどあれって,なてどういうこと、ね、みたいな感じになるじゃええ,えみたいなまあ僕とは組みたくないってことなのかなって思うよねそれはね、うん、そして私としてはあのどのような形でもあのしっかりとあの設備投資をしたいというふうに思っておりまして。 もちろんあの社長から出していただくというお話でしたのでもちろんそれでそ,そ,うす、ね、そのように進むと思っていたんですが通販虎の,の事務局様とのお話の中で、まあ、桑田が悪いといやそういうわけではないんですが、はい、てあの提案をいただいてもう偶然そこにいるけどね <laughs> もういるけど <laughs> あ<っ>いた、うん、え <laughs> どういうこと、まあ、あの前回の通販版の中で、はい、林さんから最終決断の時にまあ工場を 購入費みたたいいななボードでで出たじゃないですかそのお金をこう林さんが出すという中で今回500万円をこの席で志願をしているっていうことに関して、まあ、林さんも500万出すからいらないんじゃないのっていうのとまあ連絡も特にそのなかったっていうところに関して今林さんが出,す出してくれるからいいいらななんじゃないの、はい、この令和のトラのこのタイガーファンディングに出る必要が果たしてあ。ああいやいろんな支援者が欲しかったんじゃないですか いや出すって決まってんのにそのお金を改めて同じ額を取りに来てる工場代出すって言ってるのに工場代取りに来てるじゃんあ違いますいやえ林さんに僕一回うんだからチラッと聞いたよちらっと聞いたけどちゃんとはオファーされてないじゃんなるほどねだから工場代別に出すのかなと思ってたわけよああ林さん出すつもりだったんですかそう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 あそうなんだ急だなとは言ったけどはい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 あなるほどねうんだから正式にここに来てる意味が分かんないよって話だからまあ 工場代出すって言ったのに、うん、結局これで出るなら僕の工場代はいらないのかなみたいなっていう話で今あの詰めてるところ。<laughs> そしたら運営に言われたんやっつってっていうのよ確かに俺はそんなこと言ってないけど通販版の運営がこれに出ろって言ったからっていうそんな言い方はしてないですお前裏切り者やお前はちょっと待ってくださいお前はちょっと待ってくださいそんな言い方はしてないですでふわ でお金もらってんのに俺はあの出させてくんないのかっていうことで盛り上がるかなって思ってなるほどなるほどちゃんとリターンするって言えちゃ,ち,ゃちゃんとリターンしますどういうのかいやまあ確かにねだか確定してなかったんでまあもしお金を出していただけるにしてもまあ林さんは林さんで出してくれるか確定がなかったっていうことなんじゃないですかね 基本的に。うん。けどもう、ちらっと、なんか、立ち話で、なんか月末まで何回いくらいらしいですよ。え急だなぁってのはあったけど、えぇ、ほんぐらいじゃん。いや、まあ、で、それで、ちょっと林さんはもしかしたら厳しいかもみたいな話を僕言っちゃったっすね。あ、本当はい。全然出す気満々だったよ。いや、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 これね、ちゃんと僕、弁解しますけど、一応林さんには、僕から、ちゃんと立ち話だって言うの聞きました。えぇ で、ただ、なんとなく、今月キャバクラ行きすぎたんかなっていう顔してたんで、<laughs> あのー、<laughs> これがガチな話、<laughs> お金がなさそうだな顔してたんで、<laughs> あのー、そんなことないし。だったらちゃんと令和の虎出て、<laughs> まあ、でも実際物は売れてますから、<laughs> <な>あのー、ちゃんと返せるめドもあるし、ね、まあ、プラス僕もちゃんと虎側も、あの、得する座組で作んなよっていうのは言ったんで、まあ、2案版としては、あのー、 まあ、林さんの懐を助けるつもりで、ここに出てもらった方がいいのかなっていうことですよ。あ,あ、それ僕のためだったのそうです。<ー> <laughs> そうなんだ、じゃあ。林さんの顔がね、あの時ね、今でも覚えてるんですけどね、<お>ちょっとね、今月はな かもしれない。そりゃそう、いつ毎月ないね。急に、急に、何日後とかだったらないよ、それ。いつも使い切ってんだから。あ、そうです。そうそうそう。そう。だって、なんで令和の虎でお金詰めるかって言ったら、放送が一二ヶ月後、そこで必死にたったのを貯めてんだから、俺。そういうことそうそうそう。そういうことなんですね。いや、ちょっと俺が、俺が勘違いした。あ、そうなのじゃあ、の立ち話だったのね。あの立ち話。あれがもう、あれでよかったの。はい。あ、すいませんでした、じゃあ、僕の、 我々のコミュニケーション物ですさんどんだから僕は林さんの懐事情ただ心配で <laughs> 多分無理かもって思ったんであの一旦今月は無理だと思うからもう早めに令和の隣に出た方がいいよっていうアドバイスだったっていうことなるほどそうだった、ねはいまあ、とはいえ僕たちってまた食べたこともないわけじゃないですか林さん美味しいとおっしゃってるんですけど、うん、食とかかないんですかそうですねもちろんあるんですよねはい、はい、ということでもう早速皆さんに召し上がっていただきますこの流れ 志願者の椅子に座るのは通販版への挑戦が記憶に新しいあの男再びタイガーファンディングへと挑むその理由とは桑田が登場ザワつくスタジオ異様な空気感の中いざ実食へ新生イエロキャブフランチャズ加盟店大募集詳しくは概要欄から。 こちらは混ぜ、えー、そばでございまして混ぜそばとカルボナーラをした混ぜボナーラっていうのがあるんですが、はい、そちらの海苔を使った海苔の混ぜボナーラでございます混ぜ、はい、ボナーラはいのり、まあ、がすごいチーズとの相性があの非常にいいのでチ、はい、ーズとクリームソースで食べていただきますこれはまだ実際にお店とかでは出してないんあはいまだお店では出しているメニューではございません,林さん通販番で、 はい、また食べれて嬉しいですいやあの時のパスタめちゃくちゃ美味しかったからねけどパスタがまあすごい美味しかったんでそれは超えられないんじゃないかないただきますうんーめちゃくちゃうまいねうんーなんて言ったらいいんだろうもうとにかくうまい うん、ごめん,なんか気の利いた食レポレギュラーで <laughs> めっちゃうまいただうまい <laughs> うまさの塊そしてのり <laughs> <laughs> めっちゃうまいよ食べたいですね、うん、楽しみでしょ楽しみですねこれ通販版見て出てなかったんですごい食べたかったんですよこれ普通ののりだれの一般的なやつの方を使っ,、はい、入ってるんですかはいちょっとよく混ぜそばですね、はい、中華麺ですよねこれはそうです中華麺です食べさせてください 海苔と卵しか入ってないんですか海苔と卵とクリームソースあとは鶏のだしなどが入っているあいろいろあれにされてるんですね、はいはい、いただきますなるほどこれは美味しいかなり美味しいですねありがとうございますこれは、はい ラーメン屋さんで提供されるようなメニューなんですかそうですねあの今後の展開としてラーメンの展開も考えておりまして家では難しいですよねさすがにこれ作るのそうですねちょっと出汁とかを取るのが難しいかもしれない近いものは家でも作れるとは思っておりますわかりました、はい、本当美味しいですありがとうございますいや美味しそうですよねこの見るからにあの今まで試食いろいろありましたけどこんなに完成されたものをこうこれ食べれるっていうのは珍しい感じなんで いただきます。卵混ぜちゃった方がいいですかね。はい、あ、うん、え、美味しいです。すごく。ちょっとガーリックも。あ、そうですね。はい。めちゃめちゃ美味しいです。うん もう絶対僕ね橋の使い方下手くそやって言われるんで先自分から言っ読きます株式会社 A スタイルホールディングス代表谷本義次海洋福祉事業を中心にグループ会社7社を管轄する戦略家ビジネスウェブマーケティングの知見を武器に業界をまたぎ快進撃ドクター h とメンスタイル谷本家を仕掛け舞台は大阪から全国へ人材版和の虎主催何の虎は志願者に切り込むか熱い人情を見せるのか もう絶対僕ね箸の使い方下手くそやと言われるんで先自分から言っておきます <laughs> まあ言うて僕はあの今現役でラーメン店も経営させてもらってるんで、はい、皆さんおやしさしくて僕はそんだくぬきでコメントさせてもらいます、はい、うまいこれはのりだれが入ってるんですか、はい、今これはのりだれを 好みで追加で入れても大丈夫ですかね、はい、あとはあのベースがのりだれのソースでそちらにドレッシングワインビネガーを加えたドレッシングやマヨネーズのソースもございましたので一応そちらすべてのソースが楽しめるように一応こちらご試食でお出しをさせていただきちなみにどれをトッピングしたらおすすめですか、えっと、やっぱ酸味を加えると非常においしいと思うのでこの,あのドレッシングを加えていただきますあじゃあちょいとアレンジを 今回混ぜそばが商品ではなくてあくまでこの海苔だれですよねすこれでアレンジレシピみたいなイメージですかねで,、はい、で今後はラーメン展開もい,、ねはい、いや海苔多い方が僕は好きです俺もね実家がね45年以上ついている中華竜麗だからうるさいよなんか反応しろい <laughs> <laughs> なんか反応しろいわ見てきますうんうん これも、プラスしてそうですね。あ、ふ、こ、一番。添加するのは。こう、っておっしゃっいました、ねはい。こちらが海苔のドレッシングです。は酸味が変わります。はい。石井さん、どうですか。うん。あ、包丁にも。美味しそうですもんね。うん,うん。美味しいです。うん。めっちゃ香りが、食欲そそられますね。<laughs> ありがとうございます。すごい。もう香りから美味しい。 パーソナルジムアンカー代表フリーアナウンサー雫石正勝日テレ系列のアナウンサーを退職後フリーへと転身ダイエット話し方教室のオンラインスクールムキムキにならないジムアンカーを運営タイガーファンディング司会までをも務め上げる見てくださいすごいですよこの体日本一マッチョなアナウンサー志願者に寄り添い新しい未来へとたどり着く心身を鍛え上げるいただきますたっぷりいきます これは、大変な商品が出ましたね。本当に美味しいです。あの、海苔の風味がすごく来るのと、麺に絡まってクリーミーさがすごく増していて、止まらなくなる理由がわかりますね。で、混ぜれば混ぜるほど、さらに具材が絡まって、いろんな味が楽しめるんで、一口ごとに世界が変わります。めっちゃ美味しいです。 食レポめっちゃ上手ですねえまるでアナウンサーみたいですね <laughs>、うん、実は <laughs> アナウンサーなんですよ <laughs> 自慢ののりだれを武器に挑むタイガーファンディング通販版への挑戦と同じくその味で虎たちの心をつかむ後半戦挑戦の理由事業計画の全貌に迫る はいということで改めてですけど皆さんお味はどうでしたかいやうまかったです私たちは美味しかったですありがとうございますいやもううまさの塊って感じだよねなんかねめちゃくちゃ美味しいよねなんだろうって感じうん,うんパスタも美味しかったけど今回のも美味しかったね改めて確認したいんですけども、はい、商品は今このパンフレットに載っていらっしゃる浜の海苔マヨ浜の海苔ダで浜の海苔ドレ、はい、っていうこの三種類 はい、現在、3種類ののみですか現在その3種類を展開させていただいておりまして、はい、今あの、通販の虎で,です、ね、あの売らせていただいていたのが、こちらの食べ比べ3種セットというものでございます、こちら,、はい、あのこちらを皆様に見ていただきたいと思います。 これお値段はどれぐらいなんですか。かはい、こちらが税込みで千と九百九十八円になります。ーおー、二千以内ですね。はい。めちゃめちゃいいですね。ありがとうございます。うちのクラブの前の銀座館お土産置いてるんですけど、はい、めちゃめちゃ置かせていただきたいです。あ お客様も喜ぶような感じで値段もいいです,すいありがとうございます今展開しているのはこの2つでございまして2つの2種類ですねこの1 3 0ミリの1 3 0ミリの先ほどのこちらがもともとお店で展開をしていた1 3 0ミリの瓶でございましてこれはなかなかやっぱり食べたことない方ですとです、ね、ソース使い方がわからないという方もたくさんやはりいらっしゃいましてまずはあの1回2回でこう食べきれる食べ比べできる量ということで今回のソースを のセットを販売させていたただきましたちょっと大人の海苔みたいな形で僕まあイメージしてたのが、はい、あの海苔の佃煮みたいな形なのをイメージしてたんですよ、はい、ご飯ですよじゃないですけど、はい、それって結構甘めじゃないですか、はい、でもあまり甘さが控えめというかうい大人の海苔みたいなイメージだったんですけどそこは意識されてですかはいこれはですね佃煮とはもう全く製法が違くてですねイメージとしてはあのジェノベーゼソースバジルソースに近いです、ね、で海苔の中でもあの一番済み のですね、あの若い海苔を使いまして、それを攪拌させてですね、米油とまあだし醤油ですとかニンニクとかと一緒に和風の ジェノベーゼソースを作ったというようなイメージでございます。で、そちらをパスタソースとして、あの店舗で展開を始めたところ。あの地域で非常に、あの海苔の名産地なんですけれども、地域の形が非常においしい、おいしいと言っていただいて。はい、あの店舗で、大体三十席ぐらいの店舗なんですが、年間六千本販売させていただいております。すごいはい。それ、年間六千本というのは、飲食店に来る人ってことですか?。はい。に、あの、お土産として、六千本販売。はい。はい、おお、なるほど。超優秀じゃないですか?うん。だって、月、挫折五百ぐらいは。 来店ボリュームはどれくらいなんですか月で。はい、と月ですと、まあ、えー、平均すると千三百っていうところでございます。半数近くがお土産で買ってくれるってことでしょう。はい。むちゃくちゃ満足度高いからですよね。ありがとうございます。なんか新しい形ですよね。これを売るのに、これを使ったレシピのものをレストランで食べられて、みんな買っていくでしょう美味しいからみたいな、なんかすごく新しい飲食っていうの形かなと思いましたね。ありがとうございます。 まさにあのやっぱり地域がノリの産地でして、まあ、3.11の津波で,です、ね、被災をした本当に海の目の前に立っているんですがやはり目的がないとやはり来る元々場所ではございませんのでここに来てやっと食べれる。 そのメニューというのをずっと開発したくてですねなるほどそれお土産で買っていかれるってことですか遠方から来た人が遠方から来た方もですし、えー、と大体4割から5割は地域の方たちが買われていてちょうどコロナの時に開発したものですのであのリだけ送っててもやはり、えー、しょうがないというので<ー>いろいろな息子や娘に新しいお土産に,土産にということで遠方に送っていただくところから始まりました実際カフェの利益よりお土産の方が多いいえカフェの利益の方が多いです、えー、ちなみにどれぐらいですか はい、利益としては、大体その十パーセント前後ぐらいですね。なんで、年間ですと、ええ、二百万前後というようなところでございます。あじゃ、あ月二十万ぐらいの。はい。カフェの方が出ている。カフェの方がは、い、あの、売り上げも立ってますし、利益も出ております。で、これ収支用って、これ株式会社ディアロー,ホールディング法人です、代表、井口智明 令和のプロで完全ゴール長野・木曽馬泥水公園を DIY 開発中建設行政・美容業界と異色の経歴多分野での資格取得を武器多事業展開800人の正社員を兼任するこの男まさに奇才遊び心とビジネスへの嗅覚で志願者の挑戦を新たなステージへと導くこれ収支用ってこれ実,実績値ですか1月2月に関しては、えー、今年の実績でございますで3月以降は通販の トラ様での,あの一支販売も始まっておりますのでそういったところの数を載せさせていただいてますなんか販管費めっちゃ細かく載ってるじゃないですか1円単位でその以降もはいそれってな実,実績値なのかえっと昨年のああわかりましたのりって、はい、詳しくないと分からないですけど、はい、賞味期限みたいなのないんですか作ってからどれくらいで食べないとはいになっちゃうよみたいな、はい、こちらは、えー、半年の賞味期限でございます たくさん作りすぎた場合半年以内に売り切らないとそれはロスになってしまうということですよね、はいはい、ただうちの,あのお店の場合はですねおろしなどでもさせていただいているんですが約2か月もう、えー、賞味期限が近づいたものに関してはあのうちですべて買い取っておりますなぜかというとうちのお店でこのソースを使っておりますのでお店のソースとしていろいろなお料理とかにアレンジをして出すことができるというのも メリットとしてございます、まあ、とはいえたくさん量産して売り上げを上げていくってなった場合にお店で消費しきれない生産量を作らないとこの収支計画にならないじゃないですか。はい、ってなればロスは生じますよね、はい、今予約販売という形で通販の虎、えー、の皆様にですね応援をいただいて。 展開をさせてていいただいております EC で買えるのは今は通販のトラさん以外にもあるんですか、この商品はいえっと、通販のトラ様とあとは自社の EC のみでございます。これ、月に500本ぐらい売れてるっていう話だったと思うんですけど、はい、それはこれが売れてるわけではなくて、はい、いくらの商品が500本、はいえっと、こちらが、えー、の1本がですね、今、税込み750円でございまして、こちらが年間6000本販売させていただいております。それははお店でですか、はい で EC とかはそこにはカウントされてません。ああ、じゃ、はい、ス,スーパーとかおろしてるって書いてあるんですけど、スーパーとかってどんくらい売れてるんですか？はい、昨年の実績値ですと、大体年間ええー、2000本からええー、2500本ぐらいでございます。ーー何店舗で？今えっ、ー、と7、6店舗です、ね。6店舗で2000本売れてる。はい。一年で？一年間です。ははははは、優秀ですね。 大体スーパーとかの商品って1ヶ月で1店舗で20個売れたら優秀って言われてるんですよそれをさらに超えてるから1日1個くらい売れてるってことですもんねすごいですねありがとうございますあの試食販売もあの積極的にさせていただいてるんですが、ねはい、試食をさせていいただくと大体週末で 八十本から百0 0本は4食半分になる,ほどなるほどなんですよそういうので売れてるんですねちょっと異常値なんでこんだけ売れるっていうのはごめんなさい通販の虎のご出演された回の結末まで全て見てないんでどうなったか林さん教えてもらいたいんですけどえっとどうなったんですか通販の虎にも掲載されたんですか、うん、めっちゃみんな買って<う>ええー、通販の虎にも掲載されてでそこでもめちゃくちゃ売れたんですよね、はい、今一ヶ月間で、えー、7000個こちらが販売されております、はい 何ヶ月待ちとかあるんでしたっけ今はつんでしたっけ今、はい、あの、3月予約分っていう形で、あのー、購入いただいているような形でございます。まあ、狂言財務通販のトラのサイトの方には掲載されている商品。はい、まあ美味しいもん、ね、結構手堅い志願者ってことですか、先生。いや、と思いますよ。まあ、そうなんです、ね、美味しいし、だって僕ももともと出そうと思ってたし。枠取んないでよつって。つって。あと、今後の展開としましては、あの、実際にソース、 自体を業務用でも今ろししてておりまして宮城県ではこのパスタソースとしてメニューもその店舗のメニューを開発させていただいてソースを販売させていただいております大体これが月に10リッターぐらいソースは販売させていただいておりますで今後この今食べていただいたラーメンの展開というのも考えておりまして今10店舗ぐらいの ラーメン屋さんとですね今お話をさせていただいてこのメニューを導入いただくようなお話もさせていただいておりますご自身でラーメン店をするわけじゃないですよね自身でもあの1店舗あの持つ予定にはなっておりますが10店舗の今方ともお話をしております なんかその辺が若干危険な匂いがしてまして商品はめちゃくちゃ美味しいし、はい、これだけに注力した方がいいタイミングやと思うんですけど、はい、まあ以前に失敗されていらっしゃるって、はい、イベントか何かで、はい、その時もい、まあ、けると思って多角的に広げられたことによって自分の時間が分かれてしまったことによってそういうこともあるのかなと思っちゃうと今おっしゃったことっていうのは私的には果たしてそれが正解なのかどうなのかなって思うんですけどなぜそんな一気にや重曽ぎにたくさんのことを同時にされるんですか今いいいたただ意見というのは しっかりとあの勉強させていただいて、また、えー、計画を進めていきたいと思っておりますが、も、まあ、ともんとんラーメン屋さんの展開というのは、まあ、昨年から動いていたっていう話もありまして、今、通販のトラが出て、この展開がさらに動いているというので、今、どうしても同時に動いてしまっていたので、今、この展開があったというのが現状でございます3000万返すためにすごい焦ってるわけではないで焦ってないかというと、嘘になななります返さいいいいといけないとけいう思いがあります。 ちなみに3000万なんで3000万も負債をおっちゃったの、うん、確かに音楽イベントで約、えー、イベント自体は4日間の野外での海の、うん、イベントでございまして大体、うん、いい総額でいうと予算規模が5000万ぐらいの予算でのイベントになりましたチケットの,あの収益がですね2000万しか上がらなくて3000万の負債になったという次第でございますそこから反省は生かしているだいぶ学んだことはありますか一つはやはやり自分の 組織のの管理能力の無さだと思っております責任の所在ですとかそういったところがおろそかになっていたことがこの負債の原因だと思っておりますそれもカバーできているまあ2年前のことで今がすべてがカバーできてるかというとまだ足りないところはあると思っておりますただ一つ一つ学んで進んで具体的に何がカバーできてて何が悪かったかまだ聞けてないから一つはその計画でございます <laughs> その時間の計画ですとか、その何ヶ月前に告知を始めないといけないというところに対してのキャスティングですとか。それのデッドライン決めて、やめるとかっていう判断の軸が、自分は弱かったというふうに思っております。急ぐ必要が、どうしてもわかんないですよね。売れてんだったら、その利益で、工場増設すればいいじゃないですか。なんでそこでまた、借りしてやろうとするんですか。えっと。そんな博打打つ必要あります。通販の虎様でも、あの、やはり、今回始まって、えー、半年で。 本当に5万個を売りたいという思いで来ておりまして、売るんであれば半年だということをアドバイスいただきまして、半年で本当に5万個を作る設備を整えるという中で、今回の相談になりましたん,なんかこういうのって一気に売れると一気に落ちますからね、一回5万個売れて、来年全く売れなかったって可能性だってあるわけじゃないですか、まあ、一般的には徐々に売っていくっていう戦法か、一気に爆発して、売らして、また次の新しい商品作って、また爆発させるかって、そのどっちかなんですけど、今どっちつかずのように思えるんですけど。 ななんかちょっっと心配になってきますこれで5万個売れると思いますよ多分1回でその後売れなくなる気がするんですけどそんなこと怖くないですか5万個がずっと続くとはもちろん思っていませんあ、はい、ただ経験上は試食をしていただくとですね大体5割の方は買っていただけますそこから考えていくと3割の方4割の方はのこあのその後も食べていただけるんではないかというふうには思っております、まあ、そこは久保田さんの人柄であったり奥様を実践されていらっしゃったら、うん、そこのこうマンパワーっていうかね まあ、ホスピタリティの部分でカバーできている部分もあるかと思うんですけど、例えば通販版で購入された方がずっと継続するのか、ないし、まあ、たくさん売っていかれる中の起爆剤で考えられてるのが、通販の虎以外に何か秘策を考えていらっしゃるんであれば、量産についても、まあ、そこまでね、非積極的にならなくて済むんですけど、何か具体的な案ってありますか今、展開していく中では、ええ、一つは先ほど言った業務用の 展開でございますあのいろいろなあのレストラン様ラーメン屋さんですとかそういったところと、えー、提携をして、えー、増やしていくというのが一つありますもう一つはあの卸先を展開していくというので卸先を展開していくそれは日本だけではなく海外の今お話も進めさせていただいて,いてそこも増やしていこうというふうに思っておりますラーメン屋との提携思い描く未来を語る志願者その思いに触れながらも。 トラたちは厳しい意見をぶつける激論続くタイガーファンディング物語は最終局面へと向かう思いついたのはそうですねリライブシャツというシャツなんですがこれ利益率どのくらいなんですか世界のセレブが酔いしれる街銀座の夜からトラゲンマン寄り 銀座高級クラブ 7A オーナーママ辛沢 7A 新時代の銀座を彩る SNS 戦略で莫大なフォロワー数を獲得その影響力はまさに夜のバタフライエフェクト果たして志願者たちは伝説のママまでも酔わせることができるのかこれ利益率どのくらいなんですか利益率28で、えー、とこちらの、えー になっておりますこのページですね、まあ、ちなみに例えばラーメン店がさっき食べさせていただいた混ぜそばみたいなものを作る場合に使っていらっしゃる量ってあるじゃないですか、はい、それでお、まあ、ろされる金額から考えた時にこの海苔の締めている原価の金額っていくらぐらいになるんですかおろしのソースの原価ということでございます、ねまあ、というのその方々がさっきのレシピ通り作ろうと思ったら1人全部使わないわけじゃないですかそこの部分でおおむね大体これぐらいの原価締めますよみたいなだいたい、えー 結構ウェイトを占めますよね、まあ、実際ラーメンって1000円ぐらいじゃないと売れない中で1 0持っていかれちゃうってことですよね。ってなってくるとやっぱりこうラーメン店私もやらせていただいてるんですけど、まあ、美味しいからって簡単になかなか導入しにくいのかなと思う部分ではおっしゃったこうまあ必殺技にはならないのかなって思っちゃう部分もあります。これもよくあるんですけどラーメン店に行ったら普通のラーメン一番食べたいんですよ。 だ、そこはちょっと間違いない方がいいかもしれないですね。美味しいから売れるもんじゃないですからね。ねあと、これご実家ですか?。ご、え、出身がこちらなんですか?。いえ、千葉が出身です。で、これは全然違う場所を復興支援。はい、あの、ボランティアで、あの、行かせていただいた場所で。起業して、今。なる,なるほど。で、それは出身地じゃなくて、まあ、ボランティアで行って、そこの復興支援をしたくなって、そこでされてるっていう。はい。そういうようなイメージですね。わかりました。この。どうしても、私、その通販までせっかく売れたんだから、その。 再来率とか見てそれから伸ばしていった方がいいような気が危険じゃないような気がするんですけど、まあ、例えば通販版で6,000個買っていただいたとその人たちが何パーセントさらに再購入してくれるか見る気はないんでしょうか一応今までのアンケート調査もさせていただいておりまして、うん、え大体6割の方がですね、えー、とも,うもう2回3回というふうに買っていただいております。<う>アンケート調査とといいうのはどういうどことですか 買っていただいたただ方々にアンケートで、はい、それは意味ないですそれは全く意味なくて一体何パーセントの人が買ってくれたんですかもう一回アンケート調査なんてみんな聞かれたらもう一回買いますって書きますよ大体の人はよほどまずくなかったら,らそうじゃなくて実際再来したのは何パーセントって出てないですかそうですねすごめんなさい、えっと、僕はもしかして理解できてないかもしれないですけど、えー、もう一度実際購入いただいた方の数ってことですか、ね、そうですね一回購入したが大体再来率としては何パーセントあるかすみませんそのお店とし お店の来店率は、は出てるんですか。ああまあ、通販だったら、出ますよね。で、それを、出てからじゃ、もう遅くないんじゃないですか。わかりました。まあ、そうですね。それで、終わっちゃうんでそうですね。<laughs> そのアンケートは、また買いたいですかっていうアンケート。いえ、えっと。そうじゃなくて、あれだよね。買った人に対して、もう、初めて買ったんですか。二回目ですかって聞いたら。そうですあ,あ、そうなんですか。六割以上。だったっていう。はい、それが二回目っていうこと。そう。そう と、どうだった理解力高じゃあお店でってことですか <laughs> こちらはインターネット上でアンケートを取らせてあのお店の SNS を通じてアンケートを取らせていただいておりまして店の SNS それだとちょっと話が変わってくるかもしれない <laughs> うん <laughs> 井口さん寄りになってきたかもしれないです <laughs> <laughs> それは SNS フォローしてるのってなんかもう大ファンなだけだからね,、うん、そ,うねそんなんねそこまでのレベルの人だっら買った人ランダムに聞いたんならいいけど SNS のフォローはそれは密度が高いがそりゃ6割もう1回買ってますわって言うんじゃないのまあそういうふうにねあのちょっと心配な点が結構あるんで今もう1回こんだけ負債があってさらに投資するっていうのがどうなのかなっていうそういうちょっと心配ですねあと負債これ月々どんぐらい返す予定なの えー、あの待っていただいております今待っていただいてるなんでこれで派手に作って派手に当てるしか返せないんですよなるほどねうギャンブラだねうそうなんですよすごめんなさいそれなんか最近もよく聞いた話なんでちょっと詳しく聞いちゃいますけど個人ですか銀行ですか借り入れ先は個人の方や会社の方々の方イベントに関わった 皆様でございますああ、支払いなのそうそう、イベントしてこれでギャラ払うね、これの機材代払うね、つってなるほど雨来たんだっけ大雨降ったんだっけなんだっけはい、4日間のイベントのうち3日間雨でした3日間雨で全然来なくてそのチケット収入で払うわーってったら雨でが入んなくてごめん、三千万払ってないという数々の有名アーティストに延滞しておりますなるほど支払いが延滞してるってことですね、借り入れじゃなくてだから、僕たちのこの…で、ノリで当ててなるほど 返すしかないっていう。だそのための、まあ、軍資金となると。うん、だから通販のでね、再販率を見るってのもありなんだけど、まあちょっと一発当てたいなってことなんです。すいません、ギャンブルせ沢くて。と<も> <laughs> んでもないです。でも、でね、えー、全体利息ないのレンジャー事務会長田中裕二キックボクシング3団体の元王者、東京を中心に事務を経営、不動産飲食業界への参入、ネイルサロン経営の後、バイアウト。 ヒップホップアーティストメジャーデビューの実績も持ち合わせるビジネス界でも勝ちにこだわる王者の参戦いかなる打撃を繰り出すのかえー、延退離職ないのその待ってくれる人たちや待ってくれるの現状はそのままの金額で,で<も>増えないのさすがに雨降って全然来なかったんでさすがにちょっと温情みたいなのあるんじゃないですか交渉した方が良くないそれ 話ずれちゃうけどこれとそ,それは交渉というのは借金の減額あ、減額ですかやろうか <laughs> みたいな <laughs> <laughs> そ,そ,れそれを受ようよって <laughs> 僕逆でユージ社長の発想だまた逆でさっきトラに対しては1年で1.5、うん、倍で返しますよっていう放送を聞かれた今待たれてる方がなんで俺らは利息もつかへんのに トラの奴らは、そうするとなるんやっていうのが、逆にクレーム引くんで、減額じゃなくて、増やせよって言われるんじゃないかなって思ったんですよ。でも、ユージさんやったら減額できるで。<下落> <laughs> まあ、あとはね。<laughs> 雨降ったんだから、もうチャラだあの、この放送見てたら、お俺たちから500万、桑田さんから300万、着金したぞっつって、お, <laughs> お800万返しようとつって、差し押さえとか。そっから返せって言われないの。 聞いたことあるような話です。まあ、はい、現状はですね。うんうん、ええー。そういった話は。あの。一年間。待っていただいておりますが、うん、皆様。 信じて待,待つよといいう,うにまおとなしユジさんと今回の1回だけではなくてですね <laughs>、うん、あのこの10年間あのいろいろなイベント、まあ、イベントをずっとやってきた <laughs>、うん、その仲間たちなのでその震災後ずっとあの地域を盛り上げるためにですねもう一度海に人が来てもらうためにイベントをずっと10年間ずっと続けてきていてそういった 一緒にやっていたクルーが、今回、あの、おっしゃられない一年間失敗し続けてるってこと違います、違います。な,なので、<laughs> 人間性があって今までもずっと、っずっと信じて、え待、ー、つ、待つよというふうに言っていただいてなんで、これで、ノリで売れて一発当てて、 それをギャラを払いに行くっていう YouTube 撮りたいねなんていう夢を語ってます。けどなんか悪いよね、そんなさ、その人たちに3000万さ、待ってもらってるの僕たちだけ1.5倍で帰ってきてたから、うん、かか心が痛むよね、なん,ねなんか。優先順位が違う気もするよね。<laughs> だけど全部ね、その3000万本当返したいもんね。だからそのためには派手な工場が必要なんですよ。このせっかくの。 今ブームが来てるんで、でも手堅くいくら確かに再販率を見たいところではありますよね。なんか一気に売っちゃって、さっきも言ったんですけど、その後もし売れなかったらどうします？工場も広げちゃって、完全に売れなくなるということは今経験上ないと思っています。うんね、はい。あのお店でも売っておりますし、たたかの方が買購入いただいているからですね。工場もですね、弊社の敷地内に増設をしますので、固定費が非常に莫大になるということでもないです。なるほど。はい。そういった意味では非常に 手堅くリスクを少ない中でちゃんと動作できる戦略を建てました生産数を少なくすればいいだけっていう話ですか、はい、あ分かりましたじゃあその,あの作ったことによって上がる固定費とかはどのくらいですか、えっと、大体、えー、月々、えーま、電気代ですとか水道代というところで、えー、10万弱ぐらいかなと思ってます。じゃあ売れ方が全然変わらなくてもそんなにリスクはないとこの工場代が無駄だったぐらいになるとはいあとはここ自体が工場 そのこの生産の工場という機能だけではなくて、セントラルキッチンとしての機能も果たすことができる工場になっておりますので、今後、まあ、今、ラーメンの展開をしていくというふうにあの伝えておりましたけれども、そういったところでの,せあのバックヤードのキッチンにもなるというふうに考えております、うん、そしてこの投資の条件は、我々にとってはおいしいけど、久保田さんにとってはちょっと危ないね、何個売れたらとかがないね、いいの絶対売れ,だって売れなくても すげ高金利みたいな感じじゃんこれ本当ですね通販の虎様の皆様とやっぱ桑田さんに入れ知恵されてるいやいやいやあので売れると売り絶対に5万個を売るとそしてそれを返せるようにするというふうに思って書いてました5万個売れると久保田さんはどれくらいもかります大体2500万前後が利益として残ってきておい。じゃあイベントにそれでいくら返しますイベントにその分を 大半を返2500万円、おお、本当、はい、いいね。でも、虎にも返さないとだめなんですね。はい、もちろんです。で、その分も考えてってことね。はい、で、えっと、さらに、通販の、今回、認知度が上がったことで、直販の EC の売り上げも大体、えー、20倍ぐらいに増え,増えております。なので 通販の虎様の売り上げ、そして直販の売り上げも上がっておりますし、店舗としての集客率も非常に高くなっております逆に言えば、虎の,の借りたお金、閉じてもらったお金を返すのとか、投資家さんのお金を返すために、合計、累計で何個売れたら、損益分岐ライン突破するんですか。えっと それ考えてるのいだ単純に3000万と、例えば500万の1.5倍と750万、3750万を返済に回していくための最低の販売個数、約6万個です。累計6万個でいけるんですか。はい、6万セットですねえっと。固定経費も引いて、はい、まあ月平均的に5000個売れてたらいけるということですね、はいえー。それではお時間になりましたので、久保田さん、最後にもう一押しお願いします。ラストストトトテートメントですノリの 新しい食べ方の提案だと思っております。日本の海苔は本当に美味しいです。東北の海苔も本当に美味しいです。多くの日本中、世界中の方に海苔を海苔としてだけでない新しい食べ方を伝えていきたい。そのように思っております。必ず成功させたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。それでは一度壁側をお向きください。 ファイナルジャッジメントタイムですでは元にお戻りくださいではただいまより最終決断に入りますまずはユうジさんお願いしますすいませんナッシングです海苔は美味しかったしこのものについてはすぐ売れると思うし応援はします心の中ではだけど 3000万の借金がちょっと気になっちゃってあ優先順位とかごめんなさいなしでしたわかりましたありがとうございます続いて谷本さんお願いしますはい私は100万円とりあえず一口って感じですが由紀たちおっしゃった通り、まあ、借金の部分であったり引っかかる部分はあるんですけどのりは美味しかったんで、まあ、最悪のりの商品としてもらったらいいかなっていう気持ち応援の気持ちを込めて100万ですありがとうございます谷本さんからは100万円が出ましたでは七井さんお願いしますはい200万です まあすごく、ね、真面目なお人柄も伝わってきますし MBA もね取得していらっしゃいますしええー、あとうちはあの毎日毎日やっぱりあのお客様にお土産をお渡しするのにこのぐらいの価格帯がすごくちょうどいいのでちょっと計算したところ、まあ、これぐらいであのなんか商品も、ね、いただけるということもあったのでこれぐらい半年でうちはけるんですよねというところではいぜひ菜井さんから200万円が出ました現在300万まで積み上がっています井口さんお願いします そうですね、100万円です。これで2000円は売れないと思います。これ一旦は売れるんだけど、その後、多分徐々に売れなくなると思う。まあ、スイーツだったら売れるんですけど、こういうものはまあ歴史上見ても売れ続けたことはないんで難しいと思いますが、まあ、応援の意味で100万円です。すみません。 井口さんから100万円が出ましてここまで400万円まで積み上がっています最後林さんから100万円以上が出れば完全オールとなります林さんお願いしますまあねもともとは僕が出すと思ってた工場代がねなんか事前に話がなかったんでまあね残り全額って書こうと思ったんですけどやめてピタリ賞おおっすがえよかったね <laughs> よかったねあよかったじゃん <laughs> もうほんと7人もいらない,い <や S 1> <laughs> まあ一応まあまあ美味しいし嬉れるしいやと光る方ついてくるねいやもうね <laughs> それは売れますよはいいやけど本当美味しいと思うこれうん本当に好きみんな買ってない人急いで買った方がいいですよはいということで林さんから100万円が出まして500万円達しました完全オールですおめでとうございますありがとうございます はい、では久保田さん完全オールということで、それぞれ皆さんから札束を受け取ってください。はい、おめでとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。はい、ツアーのドラから皆さん買ってください。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、社長とのファインプレー嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。あの腕行きがどうなるか非常に興味深いんでデータください。よろしくお願いします。ありがとうございます。失礼いします。パスタといい今回のねやつといいめちゃくちゃ美味しかったです。また考えてもうもよろしくお願いします。さあということで見事完全オールになりましたが久保田さん改めて感想お願いします。 はいあのたくさんの宿題をいただいたと思っておりますいただいた意見を一つ一つちゃんと噛み砕いてさらにいいものにして地域の誇りであるノリを日本中世界中の方々に届けられるよう一生懸命頑張っていきたいと思います本当にありがとうございましたお疲れ様でした見事完全オールですおめでとうございます 通販版から令和の虎タイガーファンディングへ自慢の商品で挑む戦いは完全オールで終幕波乱の幕開けから一変虎たちの心をつかみ見事勝利を引き寄せたここから始まる物語新しい未来の行方は続報を待て 皆さん、改めまして、動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。そして、久保田さん、見事完全オール、はい、お疲れ様でした。ありがおめでとうございます。おめでとうございます。いかがでしたか？いや非常に勉強になりました。ちょっと頑張らないといけないなって改めて強く思いました。はい、でもね。通販の虎に出演されてからかなりね。いい方向に進んでますもんね。はい、あの多くの方にあの応援いただいて、しっかりとあの頑張っていきたいなと思っております。はい、ということですね。引き続き通販の虎サイトで浜野ののりだれ。 ご購入いただけますのでぜひチェックをお願いしますそして今これ本編を撮影した後すぐに撮っているので詳しい特典内容などはまだ決まっていないんですけれどもおそらくこの動画が皆さんの手元に届いている頃には、はい、何かこう特典もあったりするかもはい必ず特典つけますので <laughs> はい <laughs> ということですねぜひあのこの,期間,もあの期間も内容もまだ未定ではあるんですけれどもぜひ引き続きですね通販のトラサイトからご購入いただけたらと思います頑張ってまた売ってくださいねありがとうございます ぜひ皆さん引き続き購入のほどよろしくお願いいたします仲間とつながれる虎とつながれるもちろん主催ともつながれる令和の空ワングラブ入会はこちらから